基重神社、安田義恵は、日本の実業家、元保全社理事。安田中兵の長男として生まれる。幼名、義次郎。1895年に家督を相続した。群馬商業銀行頭取、京都銀行頭取、第三銀行取締役、安田商事取締役、安田銀行取締役、保全社理事等を歴任した。1921年に、 安田善次郎が死去すると、安田善四郎、安田善助と共に保全社理事を辞任した。牛込区、南戸町に居住したほか、中央本線豊田駅北口に屋敷を、平山京北の七世村大名仏にも、別荘を所有し、浅川の別荘対岸に桜並木を植えたり、趣味の天国で豊田駅の駅名看板を作成して寄付するなどした。屋敷に、農を設置し、 洋曲の教授なども行った。日野人城高等小学校という多分教授では、優秀な卒業生に送る安田城を創設した。1950年代の別荘を取り壊し時に、移築された敷地内の稲荷は、平山木十神社の祠として整備され、2005年に50年ぶりに建て直されるまで使われた。父は安、安田忠兵。安田善次郎は叔父、妻てるは、 塩屋報告の長女。妹知世は安田善八郎の妻。安田千也は弟。ありがとうございます。